異色すぎてまさかのコラボなんか。いや、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。多分初めましての方多分そうす、ね、逆にでもどうなんですか、ね、Twitter とかやってる方は一回は見たことあると思う。ファン層がどうなのか分かんないです、ね、エロ学生多いですか。そうですね、学生とか男性の方が多いです、ね、それで言うと僕もそうなんですよ。あ、じゃあちょうど男性で学生が多いんで。どうなんですかね、まあ、初めましての方が多いと思いますけど挨拶しましょうか、はい、どうもみさこちゃん、キヨキヨです。そしてバッそれ本物いつも見てた動画で。はじめまして、童貞です。よろしくお願いします。童貞さんです。名前がすいませんキヨキヨさんに童貞と言わせてる自分が恥ずかしいですね、本当に。いやいや、童貞の帝はミカドですからね。そう、帝王の帝王の帝です。そういうのじゃないか。でも、ツイッター動画とかでは結構、ね、かなりバズってますよね。まあ、まだまだですけど。なんか、あるある。そうですね、そういう系ビデオあるある。まだまだですがツイッター皆さん、なぜに僕がここのキヨキヨさんコラボしてるのか僕いまいち情報が分かってないです。いや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 、ちょっとね、ここは ねやり取りさせてもらってね来ていただいたんですけれども。よろしくお願いします。童貞さん言ってもクラノは結構やられてるっていうか。そうですよ、ちょろちょろやられてる。最近やっぱそういう動画活動とかが忙しくて、はい、なかなか開けてなかったんですけど。そうっすよね、そうっすよね。ちょっとトロいくつぐらいなんですか。3565。先ほど負けて下がりました。すいません。まあでもね、最近ね、なんかこういうアップデートがあってちょっと上がりやすくなってきたみたいなとこあるんで。そうなんですよ、さっき初めて知ったんですよ僕。そうだから、ちょっとぜひともやってほしいんですよ、童貞さんに。せっかく僕ちょっと来て、はい、ちょっと戦いたいんですけど。あ、いいですよ、もちろんもちろん。なんか何取ろうかなって逆に思ってたんですよ。けど普通にやってもやっぱつまらないと思うんで。なるほど。トロフィー3枚あるじゃないですか。ん、それ3枚じゃねえや。トロフィー3、あ、ちょっとこれ使いたい。トロフィー3枚。トロフィー3枚だ。トロフィー3個。トロフィー3個あるじゃないですか。トロフィー、あー、トロフィーってか、タワー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 3個あるじゃないですか。で、今、洋服3枚着てるじゃないですか。パンツ、ズボン、洋服あるじゃないですか。あ、でも着てますよ。僕も、僕も同じセットですね。確かに。タワー、一タワー、落としたら、1枚ずつ脱いでいきましょう。なんでや、脱いでいきましょう。野球形式。もう、生きていいっすか。すいません、僕、クラブはめちゃくちゃ強いっすか。じゃあね、知りませんよ。一ついいっすか、一ついいっすか。マジで。だってこれ、需要あります。これあります。これはただの、僕がキヨキヨさんの体見たいだけ。それだけでございます。やばいやばい、ちょ、やばい、凶暴化してる、凶暴化してる。あ、本当に大丈夫なのか。もう、多分この時点で多分もう動画止めてる方多分いると思うんですけど。止めないで、みんな止めないで。じゃあ、まあ言ったら3枚あるじゃないですか。そうっすね。まあタワー1本につき。だからもう落とされた瞬間脱ぎます。もうバン落とされた瞬間。僕見なくちゃいけないんですか。そうです。でもそれは僕も落としたら脱いでもらうんで。あ、なるほど、わかりました。で、1試合で決まんなかったら、もじゃあもしかしたら BO3。 そうですね、日本選手の BO3 っていう可能性があるかもしれないんで。そうですね。なんすか、いや、これ女性とかとやるんじゃないですか、童貞さんのそのチャンネルというか、ツイッターとか。もし女性がいたら、多分その人とやってたかもしれない。いや、ですよね、ですよね。それは、だから、ズルしてまで勝ちに行きます、それも。だって、童貞さんのインスタグラムで、こう、ツーショットみたいなの上げていただいたときに、コメント欄とかで。もうね、異色すぎる。何事みたいな。なんで、キヨキヨさんとコラボしてるの。いやいやいや、絶対キヨキヨさんいい人でしょ。いやいやいや、それはありがたいことですけど。いやでも本当ね、連絡してこう結構前から会おうみたいな話をして、なかなか予定が。そうなんですよね、YouTuber あるあるみたいな。そうですね、ところではありますけど。僕の学校のみんな、リア友がみんなもうキヨキヨさんとコラボするの羨ましいと。いやいや、なんならクラロは勝ってこいと。勝ってこいって言われて。勝ってこいって言われて、やっぱもうみんなの貴重を背負って戦います。じゃあそのなんか謎ルールが追加されてるということで、やりましょうか。一発やってあります。じゃああれ、じゃあ本邦初公開童貞デッキが。童貞デッキは僕本当に分かんなくて。昔僕の動画見てくださってた。そうです、見てました。だから友達とよくキヨスパデッキでやったりとか、あとクローンでこうキャラ増やしたりとかね、もう参考に全部してた。それね、嬉しい。そういう話をちょっとね、カレー屋さんでしてたんですけど。カレー屋さんね、美味しかったです。いや、美味しかったです。ごちそうさまです。いやいや、そうなんです、そうなんです。じゃあちょっと、じゃあ行きますか。行きましょうか。僕はね、こちらのデッキ使おうかなと。ちょっとあえて。あ、もう今ここら辺にもうちょっと出てます。いや、もう横、わかんない。どっかに出てる、どっかに出てる。ここら辺
かぶってかぶってるっすね。じゃあちょっと行きますか。もうそうですね、デッキ決まってます。僕はそうですね、もうそのそうですね。じゃあ童貞くんさん、ちょっとフレンドバトル出しますよ。はい、お願いします。ポチン。童貞くんさん、童貞さん、童貞くんさんってくんのさんついじゃない。すいません。はいはいはい、童貞くんね。じゃあ童貞くんで今呼ばさせていただきます。よろしくお願いします。さあ、だってこういう新しいスタンプ出たのも言ったらその知らないんじゃないですか。そう、あんま知らなかったんですね。そうですよね。言ったら2年前にがっつりやられてたぜですもんね。そうですね。もうなんか開けたらなんかむっちゃ前と昔と違くなってちょっとトークに集中しすぎて YouTuber あるあるですね。それするローリングヘッド。あれちょっと結構まずいんじゃないですか、キョウキョウ選手。まだ早いですよね。ローリングとちょっとやっぱ嫌な、嫌なんですよ。あの皆さん分かると思うんですけど、僕、はい、あの金に光ってないんですよ。あーでも確かに確かに確かに、あのキョウキョウさんのやつもうあの脱ぐ準備しときます。いや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 、だってそれで言うとちょっとまずかったりしますけどね。いや、うん、攻めすぎですか。僕攻めすぎっていうか、さあどうでしょうか、どうでしょうか。あ、これもう脱ぐし、ねえなんでそのルール。その謎ルールあるんだよな。大丈夫ですか、僕。大丈夫ですか、僕チャンネルバーンされませんが大丈夫ですか。あ、おいしいおいしい、なったりも保証取れないんでよろしくお願いします。すいません。いや、まずいまずい、まずい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 、これまずいぞ、これまずいまずい、キョウキョウさん脱がせ、キョウキョウさん脱がせ、まずいまずい、脱がせ、おまさか、ほんとだ、脱ぐの脱ぐの、ズボンから、はい、よだれ出た、よだれ、謎のキョウキョウ選手ズボン、しかもそして映ってないという謎の、しかもあの僕今よだれ垂れたという、興奮すぎてよだれ垂れる、やさめと、やさめ、なんで僕脱いでんすかマジで、あれこれここら辺にモザイクかけてる、勝っちゃいますこれ。大丈夫ですか。いや大丈夫です、一気に落とすんで。なるほど、一気に落とすんで、かかってきなさいと、よろしくとお願いいたします。あ、謎に脱いでおります、キョウキョウ選手。あ、スパーキーだ、よろしくお願いします。これは噂のスパーキーです、ね、噂のキヨスパです、ね、キヨスパでございますね。なんで脱いでんすか僕。いやー、まあ撮られてしまったので、しかもカメラで、カメラ外で脱ぐという一番恥ずかしい一番恥ずかしいですね。あ、なるほど。あ、やばいな、これやばい、あ、いや、すごい、ちょっとまずいんすよ、すごいやばい、あ、これやばい、よしよしよし、ねえ、ちょ、脱ぐ、わざとやったっすか、ちょっと、すみません、脱ぎます、脱ぎたがりじゃない、今のさすがに、ズボンからいきます、ズボンからいきます、さすがに今、ディガーを出しつつの、ここだと、ちょうどパンツが映るので、キヨキヨさん、モザイクよろしくお願いします。さすがにわざとでしょ、今のホグは。モザイクお願いします。脱ぎにいっとるから、ほんとに。これはもう、すいません。なんすか、これ。キヨキヨさん、これパンツ。ねえ、ちょっと。あ、キヨキヨさん、キヨキヨさん。ねえ、大丈夫ですか、キヨキヨさん。ねえ、喜んでないですか、ちょっとね。キヨキヨさん。やべえ、やべえ、やべえ。やべえ、ほんとに。完全にモザイクということで、やべえ、マジ。全部モザイクっすよ、ほんとに。パンツ脱いでないですけど。パンツは脱いで。ルール的に脱ぎましょうか、じゃあ。いや、いい脱がんでいいっすよ、脱がんです、もうねえ、ほんとにこれは当たり前ですわ。なんなんですか、この動画は。僕は1本取りました、はい、なんで僕はパンツなんですか。しかも脱いでいらっしゃいますね、脱いでるんですよ、僕はあのパンイチですし。いや、もう全部モザイクっすもん。全部モザイク今、顔もモザイクとか大丈夫ですか。顔もモザイクになって可能性ありますよ。ここにも、あの、画面があるんですけど。画面ありますね、こっちは。ちょうど僕の体がちゃんと見えてる。本当に。もしかしたら全部モザイクになってるかもしれない。顔もモザイクかもしれない。可能性ありますよ。キヨキヨさんの動画で脱いでるという。何してんすか、マジで。友達に怒られないかな。だって言うて、ねえ、先ほど初対ちょっと寒いんで聞いてください。すいません、失礼します。僕も着ていいですか。そうですね、僕の歌舞伎町のパンツが今。なんすか、おしゃれっすね、パンツ。そう、パンツ歌舞伎町なんですよ。パンツ歌舞伎町ってどういうことですか。歌舞伎町なんすか。歌舞伎町っす。あ、ほんとだ、歌舞伎町一番かいって書いてある。そういう歌舞伎町好きなんすか。好きじゃないです。ただ、おしゃれじゃないですか。歌舞伎町一番苦手な街かもしれないです、僕。あ、人多いっすもんね。全く行かないっすね。たまに、なんかその新宿で焼肉屋ってなると、あー、やっぱ歌舞伎町、意外に歌舞伎町しかなかったりするんですよ。そうっすね。ちょっと夜遅い時間帯だと、うわ、マジっすかみたいなのはある。キヨキヨさん、この格好で言うの大変申し訳ないですけど、はい、もう一戦しますか、もう一戦しますか、もう一戦しましょう。おいおい、ほんとに今日の編集大変です。なるほどなるほど、まあ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 、キヨキヨ選手もちょっとおられちゃったみたいなのとかあるんで、これ、それが
それちょっとね、痛かった。俺にやっぱ撮られてるとあれですね、24時間の配信とか、24時間じゃねえわ、撮ろう、なんあ、ゼロレジっすか。それとか、大変ですよ、僕に撮られてる。いや、そうっすよ、ゼロレジをまた多分、もう何かしらでやるかもしんないんで。またやるんですか。わかんないです、1年後とかに。あ、1年後やるかもしんないですけど。あ、もう絶対大変っすよね、あれ。あれもうきついっす、あれ。でもワクワクするんすけど、するんすね。スタッフさんもワクワクしてるんすけど、やりたくないって言うんですよ、みんな。まあでしょうね。やりたくないけど、まあ、やりたい。やりたくないけどやりたい。そうなんでね。見てて面白いですけどね。あの、寝れないですけどね。あ、でもそれは嬉しいですね。ずっと見てて寝れないですけど。じゃあちょっと行きますか。そうですね、今度デッキを変えさせていただきまして。僕も変えますよ、そしたら。あれ大丈夫かな。これでいきます。じゃあすいません。ボン。よし、かかってきなさいよ。謎の救急選手も脱いでしまったっていう。これもあれですか、また取られたら脱ぐんですか。これは真面目に戦いますか。いや、じゃあ真面目にやりますか。え、真面目に。いや、童貞さんのファンもいらっしゃるはずなんです、絶対。そうですね、絶対動画見てくれてるはずなんで。でも、あの、あえての、あの、ちょっとやりましょう。ねえ、やりたがりじゃないですか。あえて、さっきホグライダーあえて脱ぎに行った疑惑ありますからね。いやいやいや、真面目に出して、あの、シンプルに。本当っすか。あの、皆さん気づいてないと思うんですけど、あの、先輩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 めっちゃ先輩めっちゃダメージ入ってますよ、先輩。違うんですよ、あの、あれなんですよ、全部金なんですよ、出すやつが。でもこれ色が違うだけなんですよ。あ、そうなんですか。強さ関係ない。強さは関係ないです。マジで、あの、華やかになるっていうだけなんですよね。何の、あ、もう無理。いやいや、無理。まだまだありますから。もうスパーキーが強すぎて、だからスパーキーがもうキモい。もう昔からスパーキー嫌いだったんですよ。あ、本当ですか。生理的に受け付けない。ほら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 、もうプロがやることだ、それは。ああ、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 攻める攻める攻める、落ちて落ちて、めっちゃ攻める。ちょっと待って、落ちて。ああ、うまい。よいしょよいしょよいしょ、俺うまいっすよ。よいしょよいしょ。だって今ので結構スパーキーもやられちゃったし。あ、初めて僕急遽戦褒められた。あの、今もう、あの、カメラより画面見すぎてて、もう画面が見れない。もう、これはちょっとでも気緩めたらもう死ぬ。いや、でも確かにクララはこう、集中力大事ですからね。あれっすもんね、あの、よろしくって打つ暇があるってすごいですよ。もう暇ないっすもん。いや、なんかもう勝手が勝手に動いちゃうんですよね。あ、もうプロ意識が高い。プロ意識じゃない。わあ、そう、これは全部金色なんだけど。確かにね、これ強いっすよね、これね。なんか、負けそうっすよね。あ、もう、もう、もう、それもキヨスパじゃないですか。いや、これね、鬼、鬼、もう、まあ、僕が使えば全部キヨスパみたいなとこありますからね。あ、そうっすね、もう無理っすね。あ、もう、諦めないください。諦めも大事って言うじゃないですか。だって僕、だって YouTube で、下手くそしねーって言われますからね、僕。そう言ってるやつに限って下手なんですよ。いや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 、僕、マジで、本当に。もう、勘弁してください。逆に、僕、スパーキーはでも自信あったりするんですよ。あ、そうっすよね。そうっす。なんで、もうだって、もう今の時点で僕もうどうすればいいか分かんないですもん。どうすれば僕はいいのかなっていう。もうあと、もう数じゃないですか、もうここまで来て。ちょっと、そうですね、これ。あ、もうこれ、あの、今だったら、もう、今、もう、あ、すいません。いや、あれ、見ました？僕、ダメージ、1ダメージも。いや、これ結構初見殺しデッキなんですよ。いや、なんすかね、クララは僕遊び感覚でやってるんですけど、ここまであの、ズタズタにされたの初めてです。それで言うと、これプロの方が使ってたデッキなんですよね。試合で。じゃあ勝てません。じゃあ無理ですもん。で、結構そうなんですよ、こう、なんか矢の雨とかザップとかを使わせるデッキなんですよね。めちゃめちゃ。スターレベルって何なんですか。まあ、なんかかっこよくなるよっていう感じですね。金になったりするの最近追加されたんですよ。そう、だから結構僕はこう、好きなデッキは全部金にして、あんま逆に使ってないカードは金じゃないです。本当だ。そういう感じでやっております。なるほど。でもね、童貞さんマジで普段ツイッターとか TikTok とかもね、いや、そうなんですよね、面白い動画上げてるんですよ。ありがとうございます。ぜひとも皆さん、あの、動画の説明欄に、童貞さんのツイッターですか。じゃあツイッターリンク、動画の説明欄にございますんで、ありがとうございます。ぜひとも動画見てみてください。ちょっとあの、刺激的なね、そうですね、ことも多々あるかなと。そうですね、なかなかでございますけど。あの、僕クロちゃんとキスしたりしてるんで。あ、見ましたよ。あれすごいっすよね。そうなんです。
あのあれどうしたパーティーみたいなやつに偶然クロちゃんが来てて、はいはいはい、それでキスしたみたいな。いや見ましたよ。考えがすごい。いやすごいなって思いましたよ。キス、いやしかも2人ともすごいなって思いました。いやあのしかもなんですけど、あのクロちゃんキスしたじゃないですか、はい、あれからあの女の子に必ず言われるのが、あのあなたクロちゃんとキスしたでしょって、あなたとは絶対クロあのキスしたくないって、クロちゃんの息が薄いみたいな。それ、ね、レッテルが貼られてしまったと。そうそう、体張ったのに女子には嫌われる。でも、ね、男性から男性から好かれてる、かなり人気なんで。そうですね、ぜひ皆さん見てみてください。あのお邪魔いたします。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらをポチ。そしておすすめ動画ございますんで、まだ見てない方はぜひこちらもチェックしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。